あれから3週間余り、帝国と俺たちをめぐる状況はささやかながらも大きく動いていた。ザクセン鉄鉱山の事件を受けて帝国解放戦線は壊滅し、それとガレリア要塞での功績を認められ、俺たち7組のメンバー全員が帝都のバルフレイム宮に招かれたのである。エレボニア皇帝ユーゲント3世、アルフィン殿下たちの実の母君であるプリシラ公妃、お二人に拝謁しねぎらっていただいた一方、俺たちは改めて帝国を二分する勢力の領袖たちに対面することになる。帝国各地を支配し絶大な権力を持つ四大名門と呼ばれる4人の大貴族、帝都と鉄道網を中心に改革を進める鉄血宰相と、その盟友たる帝都知事、俺たちをねぎらいながらも、両勢力はテロリストの存在をめぐって互いを牽制し、静かな火花を散らし続け、最後には呆れ果てた顔になった陛下に釘を刺されるのだった。しかしテロリストが壊滅したことで、彼らを密かに支援したとみられる貴族派は表立って動きにくくなったらしく、革新派も独立問題でクロスベル方面が騒がしくなったことへの対処もあり、図らずも帝国内部における対立はしばし小康状態に落ち着きそうだった。そんな中、かねてよりの懸案だった学院祭のステージ内容が決定し、マキアスとユーシスのデュオ、委員長のソロという二曲構成が発表された。当然本人たちからは異論や狼狽の声が上がったが、クロートエリオットから演奏担当の構成インパクト重視の演出意図を聞かされるに及び、他の7組メンバーは大いに納得し、最終的には本人たちも反論しきれずにめでたくステージ内容が決定するのだった。その一方で心乱れるような出来事もあった。アンゼリカ先輩が鉄鉱山の一件で父親であるログナー公の怒りを買い、トールス士官学院を休学、事実上退学することになったのである。動力バイク、君が受け取ってくれないか。そんな先輩の頼みに悩んだ末、俺はしっかりとうなずくのだった。それ以外にもオリバルト王子の提案でとある地への小旅行にみんなで赴き、7組の結束や共感、先輩たちとの絆を改めて確認する出来事もあったが、それについては長くなりそうなので、また別の機会にでも話したいと思う。そして実は天気も良く絶好の設営日和になりました。先月から準備を進めて待ちに待っていた人たちも多いんじゃないかと思います。それではこれより学院祭の各種準備設営を始めます。期限は今日と明日の2日。明日の深夜はなるべく作業を持ち越さないようにしてくださいね。みんな怪我をしないよう元気に張り切っていきましょう。